お客様が修理を望まれた場合は直すと。古い機械とかだと配管が外れなかったりするんですけれども、それってもう気合で外すしかないので、下手すると1日作業っていう風にもなるので、もう気合を入れて今日は直すぞという気持ちで臨んでおります。修理ってどうしても知らない出来事がかなり多い仕事なので、5、6年やってみてやっと一人前に一人で作業が自信持ってできるようになったかなと思います。給湯器の修理に行って、給湯器以外で例えば水栓が壊れてるだとか、そういったイレギュラーなことが結構あるんですけれども、そういったことも自分一人で解決できる、そういうふうに5年6年になってやっとなってきたかなと。修理をして説明をして、結局納得をしていただかないといけない仕事なので、伝わらないと、その説明してないことになって、専門用語とかを伝えだけでお話をしてしまうと後々のトラブルになるので、そういったことがないようにしっかり伝わる説明の仕方をするようにしております。やっぱり新宿区お年を召した方っていうのはとても多くて、で私、松田ゆうきっていうんですけども、おばあちゃんとか孫みたいになっちゃって、ゆうきちゃんとかっていうふうに言っていただいたりもするので、なんか距離が近づいたのかなっていうふうな感じがして、松田くんって言われるよりかはゆうきちゃんとかって言ってくれる方が嬉しいかなと思います。はい、宛名はどうしましょうか。会社に電話がかかってくるんじゃなくて、自分の携帯にお客様から直接連絡が来て、ガス機器だけじゃなくて、例えば電球変えたいんだけどとか、直接お客様から何かあったら連絡をいただけるような、信頼してもらえるような修理員になれたらいいなと思います。プロとして修理でお邪魔をさせていただくので、その場でやっぱり直せませんっていうのはプロとして失格なので、どうにかしてできるようにプライドを持って、修理をしております。